熊本のサッカーの未来のために、キックオフ熊本。熊本をホームに活動しているプロサッカーチーム、それがロアッソ熊本。現在明治安田生命 J2 リーグに所属しています。今シーズンが開幕し、昨シーズン以上に J1 昇格への期待と注目を集めるチームです。この番組ではそんなロアッソ熊本の知られざる内側をお見せしています。これは練習直後のリラックスしたロアッソ熊本の選手たちがサッカーのことだけでなくプライベートのことまで自由にトークするコーナーです。じゃあ今日はこの3人でトークしていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。今回はこちらの3人。ミッドフィルダーの藤田選手はボランチとして安定感のあるプレーでチームを支えています。ディフェンダーの江崎選手は攻守ともに存在感のある選手です。同じくディフェンダーの相澤選手はルーキーながらスターティングメンバーに定着しています。藤田選手と江崎選手は去年入団した同期の選手、江崎選手と相澤選手は大学の先輩後輩という関係です。そんな関係の3人がトークするテーマはこちら。じゃあいいよ。そうですね、今自分も新卒で入ってきて最初の目標は開幕スタメンだったんで、まあ、それが実現するってなった時は、まあ、驚きもありましたけど、まあ、一番はやっぱりやってやろうっていう気持ちがあったので、なんていうんですか、モチベーションが本当に爆上がりしました。いや、だから新卒でさ、初めての試合じゃん。そう、緊張とかした？やっぱめちゃくちゃしましたよ。そういう意味では、いや、めちゃくちゃしましたね。本当に入場するとこはなんかどういう顔して入場しようみたいなあって、キョドっちゃうよね。ちょっとキョドった感あったかなと思ったんですけど、まあ、映像で見たらまあ80点ぐらいだったかな。そうやね。いや、俺も緊張はしてたけど、なんか横にもっと硬い優也がいるし、まあ前にまあ一斗もいるし、まあ緊張したけど、なんかちょっとより緊張してる人見るとちょっと和らぐっていう。そういうのあるマジで。あの他に自分よりさ、ちょっとやばい人がいるとさ、自分がしっかりしなきゃみたいなさ、うん、感じになるやん。いや、大学はまあ一緒なんですけど、まあ実はあのお母さん同士があの専門学校で同期っていうか、でもう仲良くて、高校の時とかはその親捨てで卓六の話聞くみたいな、そういうのがあったんで、大学最初入った時に、ああ江崎卓六この人かかっけえなって感じで顔顔そう顔顔ねまあ中身も素敵ですけど、まあ、一番最初は顔から入っちゃった。かっけえなと思って。拓郎からさ、ゆうやってどういう感じだったの？大学の時、うん、あの学部が夜の学部で、学校行って練習してまた学校行くみたいな生活してて、でそんな中こうプルタン取って、めっちゃ真面目、クソ真面目、もうめっちゃ真面目で、勉強できるタイプなの？それはなんかちょっとあの例えばさ、ノート提出とかで点数稼いでたタイプ。ああ、まあそこは、まあ、できるうまくやってたタイプ。ユースの時はもうずっと真面目でやってたんだけど、やっぱ大学東京に出ちゃったから、いやいやちょっと染まっちゃって、いや東京デビューしちゃった。熊本弁とかもう出なくなっちゃって。確かにあんま聞かないね。それは本当に言われますよ。拓郎は結構さ、熊本弁喋るんだ。喋る。そう、一緒に喋ってても、ユウヨ確かに全然、いや毎回言われますもん。東京、ね、関東出身かと思ったみたいな。染まったね。染まって帰ってきた。いやいや、まあ、たまにその地元の友達とか久しぶり喋ったら、気持ち悪いみたいな標準語がって言われる件、やっぱり言われる件話していこうかなってちょっと思ってるとこですね。ですね。ですね。出なかったね。うん、まだまだ続く本音トーク。
ここにはいないんですけど、あの最近の上村選手がおじいちゃんすぎる件っていうこれサムネやな。最近のオフの日の過ごし方が、朝5時半に、温泉に行って、で朝8時ぐらいにあのゴルフに行くっていうもう完全で、午前中に全部終わらせて午後ゆっくりっていう、もう完全におじいちゃんなことをシュエさんが最近やってて、オフの使い方がもうサッカー選手っぽくないなっていう、なんかちょっと引退してからの生活それ多分俺やろうと思ってもできないかな、きついもん。寝ちゃう。宮崎海斗は実は めちゃくちゃおちゃらけキャラ。あ、そうなのっていう、真面目な感じだけど ね、イメージはなんですけど、まあ、ちょっとあの新体制発表会の時とかもあの用語が多くて覚えらんないみたいな、ちょっといじられてね、やり取りとかもあって、まあ、ちょっとずつ片鱗合わせてきたかなって思うんですけど同期の中とかそういったところの関係性だったらもう全然真面目じゃない。そうなの。いじられタイプ。そういじられるし、ちょっとイットみたいな感じだ。サッカーでは真面目みたいな感じでやってるけど、でも変わってるからね。これ変わってないよ別に。だって別に一人でさ焼肉行くぐらいはあるじゃん。マジでない。いやマジでない。これだからさ、本当にさ前のやつでもさ話してさ、すごい反響きたけどさ、大学の教えであったんだけど、あの一人で食べるステーキよりみんなで食べる肉じゃがの方が美味しいっていうのを大学で学んで、だから俺は一人で結婚に行くなら、まあ拓郎くんとかみんなで肉じゃが、肉じゃが食べる、続きたいと。うん、続きたいですね。だから仲間が大事っていう、友達大事だよ。別に俺友達がいないとって言ってるわけじゃないじゃん。その朝、まあその起きて、その午前中にめちゃくちゃ近所のこじんまりしたカフェに行って、ダラダラ店員さんと喋ったりしてるか、知らぬい図書館ってあるんですよ。そこ行って、でだから1時間半とか、まあ、そのコーヒーとか飲みながら本読んで、そこからまあ車で5分ぐらいのところに家系ラーメンあるんですよ。その家系ラーメン食って帰れるみたいな、で昼過ぎちょっと昼寝するみたいな。あ、じゃあもう1日どっか出かけるとかじゃなくて、朝からちょっと活動して、で周平君みたいな感じでしょ。まあ言っちゃえば、もちろん若い版若いとか言っちゃう話は尽きませんが、続きは次回。現在夢タウン光の森店と夢タウン浜線店にてロアッソ熊本の奇跡写真パネル展を開催中です。3月末までの開催予定ですので、ぜひご覧ください。これは熊本のサッカーチームがキック精度を競うゲームにチャレンジするコーナーです。チャレンジするのはバンクール熊本。本気を楽しめをチームスローガンに活動しているチームです。ここでルールの説明です。ゴールから8メートル離れた場所からキック、持ち球は10球、4球失敗した時点でチャレンジ終了です。それではチャレンジスタート。山本海斗です。パーフェクト目指します。右下狙います。ここで後がなくなりました。このまま終わってしまうのでしょうか。真ん中狙います。2本続けて成功。どこまで記録を伸ばせるのでしょうか。真ん中狙います。
外れてしまいチャレンジ終了ということで記録は3つ。おめでとう。ここでロアッソ熊本の試合情報です。明治安田生命 J2 リーグ第5節ビファーレン長崎との試合が今日の午後2時から、第7節徳島ヴォルティスとの試合が4月2日日曜日午後1時から、それぞれ笑顔健康スタジアムにて行われます。スタジアム前のスタグル広場には熊本のグルメが大集合。美味しいものを食べながらロアッソ熊本を応援しましょう。詳しくはロアッソ熊本のオフィシャルホームページをご確認ください。このコーナーはロアッソの選手から出された宿題を視聴者の皆さんに挑戦してもらい、番組のツイッターに投稿してもらうものです。今回宿題を出してくれるのは相澤選手です。みんなもやってみてね。皆さんぜひ投稿してください。番組で採用された方には2023ロアッソ熊本ホームゲーム QR チケット引き換え券 A 席ミックスをプレゼント。応募方法やもう一度宿題を見たい人は番組のツイッターをチェックしてください。熊本のサッカーの未来のために、いこ熊本。